倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは、生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から、シルバー川柳というお話をご紹介します。平成13年にスタートしたシルバー川柳は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が企画し公募を行っています。毎年、高齢社会や高齢者の日々の生活をテーマにした川柳が集まります。同時期に、就活をする孫とじいという入選作のように、昨年は孫や子供、家族をテーマとした身内ネタの作品が多かったようです。また、老化や病気はシニア川柳の定番です。老いるとはこういうことかと老いて知る、糖尿病、甘い生活、記憶なしなど、老いを実感し、病気と付き合いながらも肯定的に受け止めようとする姿勢が笑いとともに表現されています。近年の傾向として、妻を題材としたものに比べて、妻が夫を読む句が減っているそうです。また、五輪、スマホ、就活などの言葉から、シニア世代の関心事を知ることもできます。人生の先達の言葉や体験には、さまざまな学びがあります。シニア世代の働きの上に、今日の繁栄があることを思い、尊敬する気持ちを持ち続けたいものです。職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の雑誌ですが、毎月日本商工会議所発行の月刊誌石垣にも、その一部が紹介されています。倫理法人会は、およそ6万社の企業と経営者による学びと実践の場として活用されていて、この職場の教養は、朝を生かす企業が勝つをキャッチフレーズに、毎月175万部発行されています。この職場の教養を読んでみたいという方、 TJS ラジオまでご連絡ください。毎月5名の方に職場の教養をお送りしております。宛先は info@tjsla.com です。また、倫理研究所では、毎週日曜午前8時半から1時間朝の集いを、トーランスの倫理オフィスで行っています。お問い合わせは、門園さん、310-518-0417までお願いします。今日の心がけ、人生の先輩の言葉に耳を傾けましょう。